あとはね、日本もそうだけど、このニューズウィークでもやってる、はい、世界に広がるインフレ、はい、世界経済危機、これどうすればいいんですかね。もともとインフレになったところにプーチンのあれも入ってましたんでね、うん、そもそもインフレになり始めてましたんでね、うん、あとまあコロナもあったから、うん、まあ一回止めてた、うん、だから物が足りないとか、うん、あと作物を収穫できないとか人の移動がないのでね、うん、物によってはいろいろあったんですけど、うん、それ全部が同時ですよね。でコロナが終わって、うん、経済はもう日本と中国以外は動いてますから、うん、人も自由に割と動いて、うん、普通のビジネスをやり始めてるので、うん、まあ、そういった中で言えば景気回復路線に本来は動き始めて、うん、で人不足とかもなってますね、うんうん、だから足りないものがいっぱいあるっていう状況だったところのプーチンのあれですから、うん、はい、ニューヨークでこれなんだっけ、さっき の小室さんの記事の中に書いてあるんだけどさ、はい、また文春は余計な心配してるんですけどね、はい、インフレの影響で米国の家庭が余分に支出している額は毎月460ドル約6万円上がるという試算もあると、うん、でこれ20年以上ニューヨークで暮らしている田中さんっていうフリーのジャーナリストが言ってるんですけど、うん、これほどの物価上昇が初めてですと。以前は1ドルだったサイダーが 2.5 ドルに値上がりしたり、カレーパンが日本円で520円もすると。カレーパン万引きも増加、カレーパンなんてあるんですかね、アメリカに。万引きも増加していて雑貨店で売ってるんですよ。あります。パン屋さんで、はい、特に韓国系のパン屋さん行くと、はい、メロンパンとか、あ、そうなんだ、カレーパンとか、あ、アンパンとか、それ日本のものじゃないですか。アンパン売ってるんですか。少なくとも、ね、東海岸は結構ありますよ。あ、そうですか。で、韓国の人がまるで韓国のものであるかのように言って、それを住んでる日本人がそこでしか売ってないから泣く泣く買うという悪いスパイラルがありますけどね。はい、でですね、はい、ニューヨークタイムズによると、今年4月、昨年と比べてニューヨークの家賃が 33% も上昇したと。そうすると、小室夫妻がですね、住んでる、ヘルズキッチンの一角にある一番安いワンベッドルームでも月約40万円という物件だから、うん、仮に 33% 値上がりしたとすると、最低でも月に約53万円、うん、日本円で10万円以上負担が増すことになる。うん、お二人の生活は大丈夫かと余計な心配してるわけですけど、ニューヨークすごい上がってるらしいんですね。コロナで都心から郊外へって人の移動があったんですけど、うん、あれ一瞬でしたね。ニューヨークは一瞬下がったけど、うん、もうあとはまたもう上がってますから、ね、うん、はい、だって 30% 上がるってもうちょっと日本だとなかなかありえないぐらいのピッチですね。そうですよね。向こうは本当にこうだってトレンドが出たら一気に来ますよね。じゃあこれどうすればいいんでしょう。値上がりとかどうしたらいいって。これ例えば政府はね、はい、インフレでいいと思ってるんですよ、うん、急激なインフレは経済に悪影響を与えると、はい、必ずそう言いますよね、はい、そうです。なぜかというと今までデフレでこれ30年苦しんでるから、基本のトレンドとしてはインフレがいい、うん、それから資本主義社会って基本的にはインフレで回っていくものですよね。弱インフレで拡大再生産、はい、そうですよね、はい、だからアメリカ経済が強いのは住宅価格不動産価格が必ず上がると全員が信じてるから、うん、そうですね、はい、だから借金して買っても次買い替えれば利益が出る、必ずなぜか下がらないから、はい、でそういうふうな、そのインフレを基調とするのが、まあ、今の現代社会の基本なんですね、うん、それがずっとデフレになってたことで、全ての総理大臣は苦しんできたんです、うん、だからインフレは基本的にはもういいと思ってる、うん、岸田さんは特にそうです。そうか。でも今その和田さんおっしゃったように、そもそも流行り病で傷んでたいわゆる低体温症みたいになった経済にウクライナ戦争があってエネルギー価格上がっちゃったわけですよ ね、 そ、 ね、その異常事態に対してはちゃんと施策をしないと、うん、これはいい加減有権者も頭きます よ ね、 そうですね。インフレならいいって言って生活できなくなっちゃう、エアコンの電源入れられないっていう人は、でも節電だって言われたら
死んじゃいますか、殺す気かってなりますよね、はいうんはい、だからそれが参院選の投票日までにその怒りのマグマがどこまで高まっていくっていうのが大事だし、そもそも岸田さんがこのインフレをどう受け止めていて、どういう防御を国民のためにするのかを一切発信しないっていうことは僕は、まあ、失格だと思いますね、総理大臣として ね、岸田さんが本気で話して本音を喋ってるとこって今まで見たことないですもんね。そうかこれだけは俺は許せんとかそういう感覚が見えないっていうか、ねうんはい、岸田さんは、はい、あの夜飲んでても、はい、まず死ぬほど酒が強いんですね。あそうですね。とかね、無駄って言われてるんですよ。酔わない。な水飲んでるのと日本酒飲んでるのと変わらないわけですよ。すごいよね。それでずっとニコニコしてて話を聞いてるから、はい、彼がどういう国家像を持ってるのか非常に親しい人も実はほとんど誰も知らないんですよ。あなるほど。でなってみてこれはやるこれはやらないでこう喋ったっていうのを見て外側から類推してるだけなんですよ、ほとんどの人が。これ自民党の中でですよ。そうか。で徐々に見えてきたのは、はい、絶対に減税はしない、で増税は喜んでする、それから緊縮財政、まあそうでしょうね。なんかそうあのなんかそういう財務省口が滑らないじゃないですか。だって面白いこと言わないとか挑戦しない人だから気持ちチャレンジしないから、うん、気持ちがありすぎてつい口が滑りましたってまずないでしょ。一言もまずないじゃないですか。ないか。だからどうにもこうにもこうなんかインタビュー記事とか読んででもこう絶対はみ出さない、まあ、あの桜井さんがちょっと挑発しても全然1時間やったけど全然面白くなかったって本人が言ってましたからね、桜井さんがね。そうなんですよ。全然面白くなかった時はあの桜井さんが仕掛け読まされる方も困っちゃうんですけど全然面白くなかったって言ってた。あ海星高校 の、 その記念文集の話知ってます？知らない。これめちゃめちゃ面白くてですね、ほうほう、あの北村茂さんとかが、あのその母校へいろんな面白い寄稿をしてるんですよ、で50周年のかな100何周年のかよくわかんないんですけど、なんかの記念で、ほうほう、岸田首相が、結構長い、おめでとう原稿初めてのね、あの、うん、寄稿したんです、総理大臣として、はいはい、これがね超絶つまんないんですよ。あれほどつまらない文章はそうないっていうぐらいつまんない、はい、それまでのね、はい、お歴々の改正出身の、うん、そのいわゆる各界のエース、まあまあ、これはもううなるような原稿がいっぱい出てた中で、もうねぜひ一回読んでください。それ読みたいですね。最後まで読めるかっていうぐらいつまんないですよ。なるほど。よしそれを取り寄せてみよう。であれそこに岸田さんの今和田さんが言ったような、はい、その本質が僕は出てんだと思うんですよね、なるほどね、やっぱりサラリーマン的に国会議員をやって、いずれは首相にとなって、サラリーマン所長として、取締役会で選ばれたという中でね、国家像とか譲れないものとかね、日本の安全保障どうするかとか、そういうのはもしかしたらないのかもしれない。でもやりたいことは増税と緊縮財政、財政規律、これについてはもうほぼ間違いないのでね、このもう10ヶ月見てそうですから、だから今回まあ次の選挙でね、野党に入れたいとは思ってないですけども、ただ自民党になると3年間岸田さんにまあなんかね、まあまあね、まあ選挙あるかもしれないけど、まあそうね、小切手渡したような感じになっちゃうんで、増税されたら嫌だなっていうのが死ぬほど思ってるんですよね、はい、でその岸田さん誰ってわからない感じが、この間 の、 その防衛省のね、島田次官の更迭、まあ、7月1日で変わりましたよね、その一連の経緯の中で、岸田さんの人間性、それから何を重視して何を軽視しているのかが見えたっていう見方が結構永田町長に広がってて、今まで親しかったけどニコニコして酒飲んでるだけだから正体見えなかったけど、結構陰湿で結構財務省のまあ、まあそうだね、言うなりでね、そのみんながそうじゃないかなっていう懸念が決定打になったような、はい、だからあの時間の更迭っていうのは相当永田町の風景を変えたんですよ、ね、安倍さんがね、まあ、30分ぐらい2人で話して、はい、痛めたんだけど、聞かなかったっていうわけですからね。そうですね。あと重要なのはその大臣である岸信夫さんが、もう頼むから続投させてくれと、さまざまなルートで、はいね、栗生さんにもね、そのいわゆる内閣人事局長の栗生、その官房長官にも大臣がお願いをするという異常事態、それを蹴ったわけですね。そうですね。
でその防衛3文書をまとめてる最中の人ですから、うんうん、そうですね、でこの方は防衛費はもう守るために必要なものを積み上げるという哲学でこれ10年やってる人ですからね、うん、それをまあ首切るのは防衛費をしっかり必要なだけ上げたくないっていう、うん、まあ、その答えですからね、うん、まあ、このニューズウィークでね、うん、経済世界経済危機のことをやっていて、はい、これまでもいろいろ、まあ経済危機はあったんですけど、その時は主要経済国は協力策を見出してたと、うん、協力してたと、ところが今度はその協力体制ができないと、うん、こういう中での世界経済危機、まあ、2つに分かれましたからね、うん、これどうするんだというのはどうなんですかね、これは、うん、はい、協調できない中での経済危機、ね、実際ロシア側と中国側についてる、うん、まあ、ブリックスはそっち側につく可能性も当然ありますし、中東とか、まあ、インドだって、ね、うんうん、買ってるわけですから、買ってますからね、圧力かけるっていう西側の今までの、うんうん、GDP がでかい国が言ったら決まるっていう流れが もう、ね、もはや変わってきちゃってますんでね、うん、そうするとどうなるんですか、これは、うん、どうすればいいんですか、別れて、それは、ね、日本の国益を最優先する総理大臣しなきゃダメですよ、うん、アメリカにべったりくっついてたら、うん、その例えばインドというのはアメリカがいくら言ったってロシアのエネルギーを買 う、うん、 そ、 うね、 そ、 うね、それはインド人のためだからですよね、うん、全部アメリカの言うなりにするんだったらアメリカの51番目の州になっちゃうんですよ、うん、そしたらその例えば日本の国をどう守るか自立して考えることすらできなくなる、だってバイデンは日本守りませんよ、うん、ウクライナ見れば分かるじゃないですか、うん、でそういう日本人のための日本の政府を作らない限りは、うん、こういう多極化してね、うん、本当に戦争が起きる時代にこの国は守れないということですよ、うんうん。